シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピをご紹介します。今回の担当はこの方、野菜ソムリエプロの資格をお持ちの最上美希子さんです。時短料理が得意なんですよ。さて最上さん、はい、今日は何を作りますか。はい、今日は春の彩りいなり寿司をご紹介します。はい、こちらです。わー、見た目にもとっても綺麗ですね。では材料から見ていきましょう。4人分で掲載しています。油揚げ8枚、米2合、煮汁はだし汁 300cc、 山久杉桶仕込み吟醸大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ2です。寿司酢は酢大さじ3、砂糖大さじ2、塩小さじ2分の1で作ります。また飾り用の食材、イクラ、カニカマ、卵焼き、きゅうり、人参などお好みでご用意ください。そして今日はこちらの美味しいお醤油を使いますね。はい、2年以上の時間をかけてじっくりと杉桶で仕込んだ天然醸造のお醤油です。はい、このお醤油を使って春の彩りいなり寿司を作ります。私、お稲荷さん大好きなんです。よかった。お揚げですね。はい、うん、まず最初に油揚げは半分に切って袋状にします。そしてそれをざるに上げて熱湯をかけて油抜きをしてください。そうすることで味が染み込みやすくなります。お、早速今日のポイントです。油揚げは油抜きをすることで煮汁がしっかりと絡みますよ。はい、はい、そして水をしっかりと切っておきます。次に煮汁の材料を入れていきます。はい、こちらですね。今日はだし汁を 300cc、 山久杉桶仕込み吟醸醤油大さじ2、みりんも大さじ2です。お砂糖大さじ2を入れました。はい、こちらを混ぜ合わせます。ここに先ほど準備した油揚げを均等に並べていきます。はいはい、フライパンというのは底の面積が広いですよね。これを使うことで味が均等に、ね、回りやすいんですね。今日はフライパンを使って作ります。今日の2つ目のポイントです。フライパンは油揚げを広げて並べることができるので煮汁が均等に行き渡ります。お鍋ではなくフライパンでお試しください。今日スタジオは26センチのフライパンを使っています。はい、こちら並べ入れたらここに落とし蓋をします。はい、はい、こんな感じですね。そして中火にかけて、煮汁がちょっと残るぐらいまで、煮てください。はい、だいたい10分ちょっとですかね。はい、そうしたら、冷ますんですね。粗熱を取ります。温度が下がる段階でぐっと味が染み込みます。あ、そうなんですね。はい、こちらですね。お隣のフライパンです。わー、もう色合いからもかなりこう染みているのが分かりますね。はい、うん、次にご飯を作っていきますね。寿司飯です。ご飯を固めに炊いて、そして、寿司酢の材料を回しかけます。はい、お酢大さじ3、砂糖大さじ2、そして、お塩小さじ2分の1ですね。はい、そうですね。切るように混ぜたら16等分にして俵型に、これこんな感じで成形します。手のひらサイズの俵型ですね。そうですね。はい、これを詰めていきますね。はい、はい、先ほどの油揚げちょっと絞って開きます。はい、はい、ここに、ご飯ですね、俵型を縦方向にこういうふうに入れてください。あ、横ではないんですか。はい、これ入りやすいんですよ。確かに。はい、そして親指でゆっくりとこういうふうに形作っていきます。へー、はい、少し上から成形していくんですね。はい、で形が整ったら油揚げの隅を内側に入れます。はい、はい、そしてここに飾りの食材を乗せていきます。はい、今日すごく彩り鮮やかな食材を準備しています。そうなんです。何を乗せていきますか。はい、そうですね、うん、桜色の伝舞ですね。これいこうかな。いいですね。、はい、春ですね。はい、もう彩り豊かな食材、このあたりはお好みでということですから。そうですね、ゴールデンウィークお子さんと一緒にっていうのもいいですね。はい、すごい楽しんで作っていただけると思います。そうですね、はい、お好きな具材、お好きな色合いでご家族揃ってお試しください。はい、こんな感じで、はい、今日は大葉の上にラディッシュも乗りましたね。はい、こんな感じで16個、飾ってからお皿に盛り付けて完成になります。これで今日のメニュー春の彩りいなり寿司の完成です。材料は4人分で掲載しています。油揚げ8枚、米2合、
煮汁はだし汁 300cc、 山牛杉桶仕込み吟醸、みりん、砂糖それぞれ大さじ2、すし酢は酢大さじ3、砂糖大さじ2、塩小さじ2分の1です。このほかお好みで飾り用の食材、いくら、カニカマ、卵焼き、きゅうり、人参などお好みの具材をご用意ください。それでは見た目にも美しいいなり寿司いただきます。うん、わー、美味しい。お揚げしみしみですね。そうですね、甘じょっぱい味が、うん、わー、もう口の中にじゅわっと煮汁が今ぶわっと広がりました、はい、ちょうど今日私はあの卵焼きとカニカマが乗っていて、卵焼きの甘さとこのお酢が入ったお米の味わいとすごくよく合いますね。そうですね、うん、なんか季節の野菜とか使っていただいてもとても華やかにできると思います。そうですね、はい、見た目も鮮やかで、そしてお好みの具材でご家族の皆さんで楽しめます。このゴールデンウィークにぜひ皆さんお試しください。今週は最上さんと一緒に春の彩りいなり寿司を作りました。来週は食べるスキーマイケルさんの登場です。ソーセージを使ったポーランド料理ウーマイケル和ザンキを作ります。ぜひご覧ください。シェフズレシピのコーナーでした。